モブキャップとは、18世紀の西洋で流行した、モスリン製の頭を、すっぽりと覆う縁に、ひだのついた、婦人帽の一種。また、食品産業や精密機器の組み立てなどの作業着に、用いられる、ナイロンやビニール、不織布などでできた縁にゴムを入れ頭部全体を覆う、帽子も、モブキャップと呼ばれる。 流行が過ぎた後も長く女性使用人の家事、作業用に用いられていたが、徐々に境外化し、フリルのひさしのみが残った、ヘアバンド状の髪飾りを、ホワイトブリムと呼ぶ。18世紀の末から19世紀の初頭まで女性に、流行した、主にモスリンなどの柔らかい布製の頭部全体を、覆うクラウンと同一素材のフリルのついたブリムでできた、帽子。 蝶結びや、バラ結びなどの飾り結びを施したリボンがつくこともあった。19世紀初め頃には流行が去り、ビクトリア朝に入ると、モブキャップは、メイドや、老年の女性がこむるものとなっていた。ビクトリア朝後期のイギリスでは、回古趣味的な風潮から18世紀末から19世紀、初頭のオールドイングランドを懐かしむ風潮が起こる。 当時多くの絵本や児童文学の冊子絵を手掛け、古風な衣装の子供たちの絵で人気のあった画家の名前を取って、ケイトグリーナウェイスタイルと呼ばれた少女服には、モブキャップがよく用いられた。グリーナウェイスタイルは仮装の他に、外出着や、普段着としても人気があり、19世紀末モブキャップは、女児用の帽子として、一定の人気を誇っていた。ありがとうございます。